ジェシーと綾瀬はるか、ラスベガス里帰り旅行で、結婚へ一直線浮かれている指摘も、結婚確率は75%と専門家。ジェシーと綾瀬はるか、ラスベガス里帰り旅行で、結婚へ一直線浮かれている指摘も、結婚確率は75%と専門家。俳優の綾瀬はるか、39とストーンズのジェシー28。 が、アメリカ・ラスベガスへの4泊6日デートに行っていたと、9月12日発売の、女性セブン小学館が報じた。二人が真剣交際していることは、7月24日配信のニュースポストセブンがスクープ。出会いは2023年公開の映画、リボルバー・リリーでの共演。映画のクランクアップ後に、個人的に連絡を取り合うようになったといい。 単なる交際といったものではなく、お互いに真剣に向き合っていると記事では伝えていた。綾瀬の所属事務所は、プライベートは本人に任せております。と、ジェシーは個人事務所、ZDN、ズドンと通して、プライベートはお任せください。仲良くさせていただいております。ズドンとコメントし、交際を否定することはなかった。 すでに同性状態にあるとも言われるアヤセとジェシーだが多忙なスケジュールを縫ってラスベガス旅行に行っていたというのだ。9月12日発売の女性セブンには成田空港を歩くアヤセの姿、そのアヤセから遅れること20分後に成田空港の到着ロビーに現れたジェシーの姿も掲載されている。ジェシーは生まれ育ちも日本だが、 父親がアメリカ人で親戚の多くがラスベガスにいて、彼にとってはもう一つの実家とも言える土地。ジェシーは、同地に恋人を連れて行くことがかねてよりの夢だったようだ。アヤセさんが、結婚と同時に長年にわたって所属してきたお手て芸能事務所から独立するのでは、ないか、という報道もありましたが、ファンだけでなく多くの人が注目する中でのラスベガ里帰り旅行ですから、 二人の結婚へ機運は日に日に高まっているとも言えそうですよね。ジェシーさんは個人事務所を立ち上げていて、スタートエンターテイメントとはエージェント契約を結んでいると見られます。だからこそ、ZDN を通じてのコメントになったと。そうなると、結婚も他人に縛られることはないでしょうね。ワイドショー関係者。 国民的女優のアヤセとジェシーの交際を祝福するストーンズファンも多いが、仲良くさせていただいております。ズドンというジェシーの回答に疑問を呈するファンも少なくなかった。疑問や批判の声を受けてだろう。熱愛報道同日の7月24日、ジェシーはブログを更新。その内容は、ストーンズはストーンズ、自分は自分というものだった。しかし、 これにも多くの批判が巻き起こり、翌25日にジェシーは再びブログを更新して、誤解を招くような内容だったと謝罪とも受け取れるコメントをしていた。謝罪ブログからのラスベガス里帰り旅行ですからね。綾瀬さんが結婚前にジェシーさんの親族へ挨拶に行ったとも思えますし、いよいよ家族ぐるみの付き合いですよね。ストーンズメンバーでは、 森本慎太郎さん27も森川葵さん29とお盆休みの真っただ中に羽田空港での大旅行に向かう姿、帰国する姿が報じられました。空港にはたくさんの利用客がいますし、マスコミの目も光っている。実際、森本さんもジェシーさんも週刊誌に撮られたわけですからね。報道されてファンが大荒れになる。 そんな大きな代償を払っても、交際相手と飛行機で旅行に行くというのは、それだけの覚悟を固めているということではないでしょうか。全道ジェシーは10月14日スタートのドラマ、モンスター、関テレフジテレビ系にメインキャストとして出演する。主演の首里33がモンスター弁護士カンバ良子。 ジェシーは東欧の理学部卒のエリート弁護士、杉浦義弘を演じることが発表されている。これまでのジェシーさんのイメージを一新させるようなかなり硬派な弁護士を演じるようです。さらに10月からは大型映画の撮影のため、長期の地方ロケも決まっているとも報じられています。前室のワイドショー関係者。ストーンズメンバーとしての仕事、俳優業も絶好調のジェシー。 一方の綾瀬はここ最近、仕事をセーブしている感じで、映画には出演しているものの2年以上レンドラに出演していない。そんな綾瀬をめぐっては、2025年1月クールの月9ドラマで主演を務める話があったが、立ち消えになってしまったという報道もあった。25年の4月期に移行こうというような話もあるようですが、 アヤセさんが出演する予定だった来年の月給は大人のラブストーリーになるとも言われていますが、もしそのオファーを断ったというのであれば、結婚を意識してのことだったのではないかとも思えてしまいますよね。全土婚前旅行とも思えるラスベガス里帰り、アヤセとジェシーはこのまま結婚へと突き進んでいくのだろうか。芸能評論家のミス武士はこう分析する。 大沢隆夫さん56との交際報道が出た時には、綾瀬さんを事務所の車が大沢さんのマンションに送迎していたという話もありましたよね。事務所は報道自体は完全否定しましたが、ある意味で公認の交際でケアしていたわけです。ただ、その当時と今の状況は随分変わりましたよね。事務所も交際を否定しませんでしたからね。 そう考えると結婚も近いと思えてきますよね。令和になって芸能界のありようも変化しつつありますし、交際を隠してもプラスにならない風潮もあります。綾瀬さんの立場も大きく変化しました。以前から売れっ子でしたが、今や日本を代表する女優ですからね。もちろん、事務所の立場としては独身のままでいてくれた方が仕事の幅が広がるので。 結婚に真正面から賛成ではないのかもしれませんが、同じ事務所の石原さとみさん、37は結婚後も仕事面への影響がそれほどありませんし、ママタレ的な仕事や CM も増えていますよね。以下、すべて見過ぎし。